特別名称富士山三坂峠より望む山梨県の観光地は山梨県内の主要な観光地等に関する項目である。特別名称おたけ小選挙閣園法山梨県は江戸時代に甲州街道などの主要街道や脇王館が整備し、さらに富士川周運も開通し、主要な交通、物流網が成立する。これに伴い旅の大衆化し、 武家から庶民まで多くの旅人が来訪した。江戸期には、文人、学者などによる海の国の旅行記が残されており、武田氏関係の史跡や富士山、宇多木小船橋、三延三工藤寺など自然、史跡など、各地の名所が成立する。会の名所は、旅日記のほか、甲州道中図屏風のような絵画作品、文人絵画、葛飾北斎。 富岳36系や歌川広重、富二36系、富士36系などの浮世絵においても、視覚的に描かれ、江戸など遠方においても知られた。江戸期に旅行記や絵画作品に記された名所は、近代以降の交通体系の変化によって、廃れたり、開発によって消失した名所も含まれている。明治初期には、道路整備や、鉄道の開通などにより観光業が、 盛んになり、八ヶ岳や富士北陸などにおいて、観光地や保養地としての整備が進む。戦後には、笹子トンネルや中央自動車道の開通によって、交通網がさらに整備され、観光業は主要産業化する。交通網の整備により首都圏や中京地域から観光客を呼び込み、 武田氏関係の史跡などの歴史資産や八ヶ岳、富士山、御嶽商船橋などの自然資産を活かした観光業を展開している。特に武田信玄は近世紀から紅葉軍艦を通じて大衆的知名度があり、地元においても近代には崇拝され郷土の英雄として位置づけられている。戦後においても武田家を中心とした観光づくりを行っており、 毎年4月上旬には、信玄港祭りを実施し、地元における日常食であった、宝刀が武田信玄の人中食であったとする触れ込みで、観光食化するなど、新たな名所、名物も成立している。また、戦後の山梨県の産業は、養蚕が衰退して、果樹栽培が増加し、果樹栽培と観光を組み合わせた、観光農園も成立した。 現在では、外国人観光客を呼び込み、世界遺産に認定された、富士山の活用、交付城の史跡整備や富士信仰など、武田市以外の歴史的観光遺産の発掘など、県を挙げての活動を行っている。世界遺産国宝建築国の名称特別天然、記念物重要伝統的、建造物群保存地区登録記念物、重要文化財、 史跡等文化施設国立、国定公園県立自然公園県立都市公園、大型公園、動物園、植物園、遊園地恋人の聖地京中県境北県境西県境東県京南県、富士五湖県東部県。ありがとうございます。